スタン・スター・ジャックは、カナダ・ケベック州出身のプロレスラー。第5代 WWWF ヘビー級王者。ヒールのラファイターとして活躍し、日本ではその風貌から狼男などの異名を付けられた。息子のショーン・スター・ジャックも元プロレスラーであり、WWE や WCW で活動した。リングネームの読みは、ステージアックが原音に近いが、本校では日本で定着している表記を使用する。少年時代からアイスホッケー、ボクシング、レスリングなどのスポーツで活動し、モントリオール地区のスターだったユーボン・ロバートにスカウトされたという。1958年のデビュー後、カナダ各地やアメリカ中西部を転戦してキャリアを積み、1960年代初頭には NWA の本拠地セントルイス地区にて、ルーテーズ、ジョニー・バレンタイン、パット・オコーナー、カウボーイ・ボブ・エリスなどのトップスターと対戦した。1965年、カルガリーのスタンピードレスリングにて、ドンレオ・ジョナサンを破り、カルガリー版の NWA カナディアンヘビー級王座を獲得。同年より、太平洋岸北西部をサーキットエリアとする PNW に進出して、6月18日に、マッドドッグバションから NWA パシフィックノースウエストヘビー級王座を奪取。以降、キャリア末期まで PNW を主戦場に活動、フラッグシップタイトルである同王座にはムーンドッグメインやダッチサベージらを下して通算7回戴冠した。他地区でも精力的に活動し、スタンピードレスリングでは1968年9月16日にアーチー・ゴルディを破り、NWA カナディアンヘビー級王座の後継タイトルである北米ヘビー級王座を獲得。1970年はオーストラリアに遠征して、12月4日にキング・イアウケアからイワ世界ヘビー級王座を奪取。1972年はテキサスのダラス地区に参戦、6月24日にレッド・バスチェンを破り、NWA テキサスヘビー級王座を獲得した。テキサスではラフファイターの称号であるブラスナックル王座にも戴冠、フリッツ・フォン・エリック、ベアキャット・ライト、ブル・カリー、ミルマス・カラス、ワフー・マクダニエルらと抗争するなどヒールとしてのステータスを高めた。1973年より WWWF に登場。グラン・ウィザードをマネージャーに悪名を売り、チーフ・ジェイ・ストロンボーやトニー・ガレアなどの人気選手から勝利を収め、ブラック・ジャック・ランザやラリー・ヘニングと結託して、アンドレ・ザ・ジャイアントとも対戦した。そして1973年12月1日、ペンシルベニア州フィラデルフィアにて、ペドロ・モラレスを破り、WWWF ヘビー級王座を獲得。9日後の12月10日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで、ブルーノ・サンマルチノに敗れ短命王者に終わったものの、モラレス政権から第二次、サンマルチノ政権への橋渡し役を担ったことで、彼の名はプロレス史に永久に刻まれることとなった。その後も各地で活躍し、デトロイトではザ・シークと流血戦を展開。1975年3月にはデトロイト及びトロントにて、ジャック・ブリスコの NWA 世界ヘビー級王座に、連続挑戦した。主戦場の一つであるトロントでは、翌1976年1月11日にも、テリー・ファンクの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦したほか、1977年11月20日には、WWWF ヘビー級王座返り咲きを狙って、新王者スーパースター、ビリー・グラハムにも挑戦。1978年1月8日には、ニック・ボック・ウィンクルのAWA世界ヘビー級王座にも挑むなど、当時の三大王座に再三挑戦した。本拠地の PNW では、1979年6月30日にロディ・パイパーを破り、パシフィック・ノース・ウエストヘビー級王座への通算7回目となる最後の戴冠を果たす。1980年は久々に、ダラス地区に登場、ブルーザー・ブロディを相手にブラスナックル王座を争った。その後は PNW に定着し、ベビーフェイスに転向して、バディローズやロンバス、ザ・シープハーダーズと抗争。1982年12月には、ビリー・ジャックをパートナーに、タッグ王座を獲得している。PNW では、カラーコメンテーターも兼任していた。1984年に現役を引退して、トロントでセキュリティガードに転身した。1997年6月19日、心不全により60歳で死去。2018年、WWE 殿堂のレガシー部門に迎えられた。初来日は1966年12月、東京プロレスの旗揚げ、第2弾となるチャンピオンシリーズに外国人エースとして参戦。14日に宮城県スポーツセンター、19日に東京都体育館にてアントニオ猪木の US ヘビー級王座に連続挑戦した。再来日となる1969年3月開幕の国際プロレスワールド選抜シリーズでは4月22日に大田区体育館にてビル・ロビンソンのIWA世界ヘビー級王座に挑戦。同シリーズではタンク・モーガンと組み、豊登り&サンダー、杉山のトアー世界タッグ王座にも挑戦し、反則負けを喫したが、反則絡みの判定を不服として日本組はタイトルを返上、スター・ジャック&モーガンと杉山&ラッシャー・木村との間で王座決定戦が行われ、杉山&木村が新王者チームとなった。1973年2月には、クラッシャースタージャック名義で全日本プロレスのジャイアントシリーズ決勝戦に3度目の来日。しかし、ブルーノ・サンマルチのハーリー・レース、ボボ・ブラジル、パット・オコーナーら大物が参加した同シリーズでは、目立った活躍は果たせず、同年12月の WWWF 王座奪取は関係者を驚かせた。翌1974年4月、元 WWWF ヘビー級王者という肩書きのもと、新日本プロレスの第1回ワールドリーグ戦に参加。外国人選手の招聘ルートがまだまだ脆弱だった当時の新日本にとっては大物中の大物であり、東京プロレス以来のチョキとの再戦も注目された。公式戦では予選リーグを通過し、決勝リーグに進出したが、戦績は振るわなかった。新日本プロレスには1979年2月開幕のビッグファイトシリーズにも当初来日予定だったスパイロ・スアリオンの代打として参戦しており、タイガー・ジェット・シンともタッグを組んでいる。これが通算5回目の最後の来日となった。ありがとうございます。